どうもみなさんこんにちは、ウイスキー専門店の岡村天翔です。どうも、今日はですね、この季節がまたやってきたぞということで、まあなんか前もオクトモアの時にそんなような話をしたか気がするんですけれども、アードベックのトリーバン19年ですねのバッチ4が、はい、発売されましたということで、イエイイエイということでね、今年で4年目になりますね。はい、もう毎年ね、うちも買ってますけれども、はい、ついに4年目ということでね、はい、バッチ4ということで、まあこちらです。はい、こちらアードベック19年トリーバンバッチ4です。はい、まあトリーバンの説明はまあもういいかなとは、はい、思うんですけれども、ついに来ましたね。まあアードベックのね、新商品の発売の時はね、もうめちゃくちゃ楽しみでね、しょうがないのがね僕なんですけれども、そういう方も多いんじゃないかなと思いますけども、でね、一応もうすぐしたらアードベックのハイパーノバもね出るんでね、まあまた出たらその時レビュー動画も出すんでね、ぜひぜひ楽しみにしててくださいね。 170ppm ね、だいぶ頭悪いなと思いますけれども、まあまずはね、こちらのトリーバン19年です。じゃあまあ早速なんでね、ちょっと飲みながら説明していこうかな。ちょっと度数は 46.2% になっております。まあいつも通り、バーボンダルと、シェリダル両方使っているタイプになりますね。まあちなみには僕ね、これ飲んだんですけど、正直今までのトリーバンの中で結構ダントツでいいかなって思ってます。うん、ああしゃあいいですね。まず香りの方で言うと、なんかこうシトラスの要素だったりとか、エコアードベックらしいちょっとね、柑橘のレモン系のレモンピールのようなね香りで、ちょっとこうアニスだったりとか、アードベックらしい石炭のピート、ちょっとこうねバニラ感のあるような感じもありますし、ちょっとね、わずかにちょっとグラッシーな、ちょっと草っぽいような、グラッシーな要素っていうのもね、兼ね備えてます。まあ多分このピートがだいぶ落ち着いたことによって、ちょっとグラッシーな影響も出てるのかなと思うんですけれど、今までのトリーバーにはあんまり出てこなかったかなと思います。でね、こうちょっとわずかにね、ちょっとこう乳酸のね、香りがあるんですよね。それがまたね、今までのアードベックにはなかったような香りだったりするかなと思います。うん、本当ね、こうまず麦芽の甘さ、シロップ系の甘さだったりとか、バニラの甘さで、香りにも出てたようなシトラスだったりとか、レモンだったりとかの香りで、あとちょっとね、こう口に含むとナッティーな要素っていうのも出てきます。で、あとこうちょっとミント的なね要素もありますし、でちょっとねグラッシーな要素、香りにもあってグラッシーな要素っていうのが結構ね、飲んでもしっかり出てきますね。かなりその甘さも際立って、ちょっとねキャラメルに近いような甘さとかも出てきたりしますね。で、まあさっきもね、香りもありました。ちょっとアニスだったりとか、いわゆるちょっとハーブとかミントみたいな要素っていうのも出てきてます。で、やっぱりね、アードベックらしい石炭のピートガンっていうのもフィニッシュにね、ちょっとね、苦味を残しつつ、多分このシェリー由来の苦味なのかなっていうのと、ピート由来の苦味っていうのがね、でもそんなにきつくないです。ふっとね、こう、ちょっと下に残るような感じの苦味になってます。かなりね、味わいとしてもね、すごく複雑味があってでして、はい、全体的にちょっとこう香りとしても最初はすっきりしてるのかなって思いつつも、割と温かみのあるね味わいですよね。このピートがね、やっぱ綺麗に優しくなってるんで、19年とかなんで、こうなんかこうね、ちょっとこう暖炉とかの木の匂いみたいな感じもありますね。これね、少しちょっとこう乳酸の要素とかも感じれますし、あとねちょっとねダークチョコレートみたいな要素とかもありますね。甘さとね、スパイシーさだったり、いろんなね、まあフルーティーな要素だったり、ピートの要素だったりっていう、結構ね、いろんな要素がね、かなり複雑に現れてきます。こいつの、このトリーバンは。ちなみに去年とかだと、結構ね、シトラス系が割と一辺倒で、味の複雑味はね、そんなに去年はなかったかなっていうちょっと印象だったんですけれども、まあ美味しいんですけどね。なんですけど、やっぱ今年のすごい完成度高いなと思います。全体的にやっぱりバランスも良くて、味香りの複雑な感じっていうんですかね。いろんな味が出てくる。すごい複雑な要素があるので、ウイスキーとしての完成度もこっちの方がすごい高いなと思います。個人的にはバッチ2すごい好きだったんですけど、バッチ2はまあシェリーがね結構強く出て、ちょっとチョコレートの要素っていうのがね、結構出てきてたんですけれども、ただ全体的なバランスだったりとか複雑味だったら、こっちに軍配が上がるかなと思いますし、まあ2と今回の4、どっちが好きかというと、難しいなと思います。シンプルに、単純に甘めなのが良かったら2なのかなとは思うんですけれども、ウイスキーとしての完成度だったり、まあ、いわゆるアードベックらしさだったりとか、
まあでも新しいアドベックの発見もあったりとか、まあ全体的な複雑味だったりとかっていう相互評価的な観点で言ったらもうこっちかなとも思います。それぐらいね、今回のドリーバンバッチ4めちゃくちゃ、完成度高いなと思いました。なんでね、ぜひぜひね、あのトリーバー飲んでみてください。なかなかちょっと個人で買うのはね、結構大変だったりするので、まああのバーとか行ったらあるかもしれないですね。まああのこういうあのうちみたいなアドベックのあの認定店とかだったらもう絶対置いてるんでね、もう一応もね、あの今回トリーバー、何本か買ってあるのでね、もしよかったら飲みに来てみてください。トリーバーめちゃくちゃうまいです。なのでね、まあ、アドベックトリーバー、今回今まで飲んだことなかったよって方もね、ぜひ飲んでみてほしいですし、今までも飲んでますよって方はね、まあ、絶対飲んどいた方がいいですね。今回のバッチ4めちゃくちゃ個人的にもお気に入りな一本ですね。結構大人な感じに仕上がってきたなっていうね、印象です。はい、それだけでして、ね、本日の動画は以上になります。この動画ですね、面白かったよとか参考になったよってことがありましたら、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。概要欄の方に SNS とね、ウイスキー専門コミュニティ店の方載ってますんでね、ぜひぜひチェックしてみてください。ということで、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Thank you.